ぶりから行ってないんですよ。行って2、3年前に行ってから行ってないから、行きたいんだよね普通に。でも絶対2000なんか初恋やんでしたっけ、もうかい、あの知らん、見てないし、普通に宮島行きたい。スノードーム水素、えマジクリスマスやん、めっちゃクリスマス。かまちゃんさん、ハートありがとう。小雪さんも可愛い、ありがとう。2、3年前にママと妹がめっちゃちっちゃい頃に行ったんよ、宮島水族館。1回しか行ってないからね、もう1回行きたいな。かまちゃんさん、 I love you、 ありがとう。 Me too。 皆さん七並べしようかなと思うんですけど、皆さんしてくれますか。三谷さん、かわいい。チップアンテレナハヤテさん、黄色のペンライトありがとう。今日は本当に私はのんびりしてました。でちょっと用事があったので外の方に一瞬出たけど、そんな出ることも何かすることもなく、もうタリーズに行って帰ってきました。今日はクッキーとこれしかの食べてなくて、でもあんまお腹空いてなくて、昨日久しぶりにカレーを大量、お昼っていうか夜かなのお弁当でカレーメール送ったんですけど、カレーが出て、あれをめっ全部食べて、で稽古終わった後にも豚肉と豆苗をこう炒めたやつ食べて、めっちゃお腹いっぱいなんよね。で今日も朝クッキー食べて、これまだあんま3口ぐらい、4口5口ぐらいしか飲んでないけど、今日はあんまお腹空いてないから痩せそうな雰囲気ですね。痩せそう。マンジャラモンスターさん、ミロさん選びありがとう。ミートゥー。みんな今日何してた？さっきも聞いたけど、ちょっとあんまコメント見れてなかった。こんばんは。ソラハも今日一日中っていうか、お昼9時10時ぐらいに起きて1回で、1回起きたんだけど、いつの間にか七並べしながら寝ちゃってて、で2時前に起きて、2時前に起きて、そっから七並べずっとしてました。ちょっと出かけてる時はできなかったんだけど。お仕事、お仕事、なんかお仕事の人増えてるね。やっぱあれか、年末でちょっと忙しくなっちゃってんのかな。めっちゃアイドル前髪なんだけど、めっちゃ似合わない、私巻いてるけど、ストレートにしてたらめっちゃ前髪が長いから、最近巻いてるけどすごい似合わない。なんかむっちゃ違和感ないけど、なんか似合わない。私結構似合わんって言われる。これメイとご飯行ってきた。いいね、いいな。メイ可愛いだろうな。寝てた。いいよ、もう休んでる。休みの日はもう寝ちゃっててください。ソラも今日南さんとさこちゃん対戦した。お仕事した後に病院、おいいじゃん美容室。じゃあ次見れるクリスマスはワンチャン、クリスマスあれやから60% だけど、クリスマスに見れるかな。今日お休み、眠すぎた。チェータンさんいいね。給料減るのが日本、どういうこと、どういうこと。アップルウォッチ、アップルウォッチとか中古で売っとるんだね。アップルウォッチ欲しいけど、絶対私携帯で十分だからいいやって感じ。8分30秒から七番ラップします。今切手ランキングでありがたいことに3位なので、この3位を死守できるように頑張ります。死守
守れるように頑張ります。ちょっとね、もうこの土日にいっぱいやるしかないので、土日にいっぱいします。あーちゃんさん、ハートとバラありがとう。こんばんは。久しぶりに広島で公演見てきます。え、なんかありましたっけ公演。ミロさん、ダイダイさん、ごへいもちさん、お願いします。こんばんは。エスベイさん、ありがとう。手袋、え、今日さ、あったかかったくないですか。そんなことない。さっき結構暗くなってくるぐらいまでちょっと用事をちょっと済ませてたんですけど、外で全然寒くなくて、今日アウターワンチャンいらんかったなと思った。今日は宮島に、うわ、じゃあ今日行ってたらさ、やっぱみんなファンの皆さんに会えたんだな。当たり前か、みちさんがね来るからみんな来るもんね。行きたかったな。またないかな、イベント。次はちょっとマネージャーさんとして行きたいな。裏で支えよう、みちさん。あとメンバー行っていいのかな、ダメとか言われんか、さすがに。行きたかったな。やっぱ行けばよかった。行けたのかな、マネージャーさんに確認して行けばよかった。じゃあ今日もみちさんに会えたのに。昨日は一目見れました。久しぶりにこのさ、チェックのお洋服着たけど、かわいいな。チェックじゃないわ、ボーダー、かわいい。やっぱベージュってかわいくない、ベージュ。みちのマネージャー、ソラハより手がかかりそう。なんで、私何でもするよ、もうすぐ水。はい、どうぞ。めちゃくちゃ働くよ、みちさんのマネージャーになったら。次5秒。キャスさん、かわいい、ありがとう。みちさんのは今日だけ、いや今日だけじゃないけど、多分みちさんがあの宮島水族館に行ってなんかおしゃべりとかするのは多分今日だけなんだよ。皆さん、ハートありがとう。夜もあのショールームします。なんかずっと家に一人でいてなんかちょっと寂しいから配信始めました。ずっとしてならば一人でしてて、あんまりソラハワシの方ともそんな頻繁には対戦することもなく、でもみんなやってくれてると思うんですけど、入れ違いでみんなと、だから悲しいからちょっとみんなとやりたいと思って配信始めました。なのでそんな長時間はしません。ダイダイさん、ごへいもちさん、マンジェロモンスターさん、お願いします。かおちゃんさん、ありがとう。ファイト、お疲れ、ありがとうございます。明日どうしよう。え、なんかさ、やっぱさ、私めっちゃアウトドアだって思った一日だった。今日本当は別に用事明日でもよかったんですよ。でもう2時ぐらいに起きて、あ、そっからメイクして外出るってなったらなんかめんどくさいなと思ったんだけど、もう家にいることが無理すぎて、いやもう行こうと思ってめっちゃ急いで用意して行ったんだけど、ガチでアウトドア派だってめっちゃ心の底から思った。家で入れない、一日中寝て、一日中寝るとかだったらいいんだけど、マジで。私、みんなどっちですか、アウトドア、インドア、どっち派ですか。やばい、もう前髪が嫌すぎる。ミラさん、ペンライトありがとう。普通にプライベートでみちさんと宮島行ったらやばくないですか。そんなん、もう本人と、本人様と。みちさんのアクスタめっちゃ欲しいんだよね。え、最近アクスタめっちゃ欲しい。アクスタ買えないのかな、もらえるのかな。もらえるっていうか、あのこう送料とかかかる、嫌だから運営さんにみちさんのアクスタ買うんでって言って欲しいな。
おたかつーとか言ってみんながやってるようにこうどっか行ったら一緒に写真撮るみたいな。基本的にはインドア、お仕事だけはただ。あーなるほどね、インドア派か。こんばんは。早朝からゴルフ行っていました。すごいね、健康や。体を動かすのはいいことやからね。おそらはもう今日はちょっと歩きました。結構インドア派か。野宿できる？それはすごい尊敬だわ。アウトドアだったけど今はインドア。あーじゃあインドアになるのかな。それも次は15秒。こんばんは。ある日の福田あかりさんみたいにファンの一緒に物販。え、いつそんなことしてたの？え、そらはガチでアクスタ欲しい。なんかアクスタおたかつしたいね。おたかつ、私生写真とかよりアクスタの方がいい気がする。今多分大正風のやつ売ってるんじゃないかな、アクスタ。あれ欲しいな。え、行ってみようかな、マジスタッフさんに。かまちゃんさん、ジェンキさん、 T87 さんお願いします。空は缶バッチとかいるアクスタ派。アクスタをご飯に刺すのはちょっとに苦手っていうかよくわからないやつですね。みちさんをおしめんにしてから1012日目です。今日で最長らしい、1012日が。ドゥ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 。あ、みんなメンバー直筆あれ、年賀状申し込みしましたか？書いたよ私。なんかまあ頑張って書いたから届いた方とか、多分来年になったらどんな絵柄かみんなこう解禁されると思うか見てほしいんですけど、私は頑張って描きました。頑張って私は虎を描きました。虎を描いたんですけど、結果的に見るとなんか違う生き物に見えました。でも頑張って描いたのでぜひ申し込んでください。お、うわやば、今日までやで。アクスタとか大正風のやつオフィシャルオンラインショップにて STU のグッズ、うわ今日まで、今日の23時59分までだって。大正風ワンピースの缶バッジ、うちわとアクリルスタンド。次45秒。いつもソラハのアクスタを手帳に入れて出かけする。お、そうなのね、ありがとう。こんばんは。植木さん、かわいい、ありがとう。山田太郎さん、クマ、ありがとう。あ、お手紙読みました、山田太郎さん。プレゼントはね、昨日稽古だったのでちょっと防具があったので持って帰ってこれなかったんですけど、お手紙は読まさせていただきました。ありがとう、初プレゼントだよね。かまちゃんさん、ひろさん、高坂綾子推しさん、お願いします。虎の絵、めっちゃ頑張って虎を描いたんだけど虎にならなかった。ちょっとあ、受注生産なんだこれ。アクスタ欲しいな。明日郵送予定少ないけど、いやありがとうございます、嬉しいです。クリスマスプレゼント楽しみありがとう。こんばんは。切手イベント3位までは単独なんだってさ、知ってますよ。
そうだからね頑張ってます。でも多分ね私1万回も多分やらんと思うけど、確か1万回だっけな、やったらもうポイントが30万、1回やるごとに30万追加されなくなるんよ確か。だからちょっと後半12月後半あんまポイントが増えないかもしれない。今めっちゃブワーってやってるから。年賀状は当選者1人です。1枚しか書いてません。1日300回以上してる。え、でもめっちゃやってますよ。え、わかんないけど300回もしてないのかな。なんかね上限のねあのポイントがあるんですよ。上限のポイントが。次35秒。なんか空ハウスの方に当たったらさ 1.3 倍になるじゃん。なんかだからさ空ハウスの方といっぱい対戦してたらさ、まあ、あのそのポイントに絶対すぐ到達するわけや。だからよく分からんけど、まあできる限りいっぱいやるんですけど、ポイントがちょっと伸びない時期があるかもしれません。分かんないけどね。でも結構やってます。頑張って。頑張れってことだ。むしゃむしゃさん、激辛さん、すももさんお願いします。アクスタ欲しいな。アクスタ、今 STU のやつね。 STU のやつでアクスタを見てます。配信以外でもやるときはメールで時間書いたら当たりやすいんじゃない。確かに確かに確かに。最近それやってないな。そういえば昔はやってたけど、昨日ランダムで対戦したときはびっくりしてスマホ投げた。絶対嘘やろ。絶対投げてないや。配信外で対戦するとそらちゃん頑張ってるって思う？もちろんですよ。自分が頑張ったら、自分が頑張ったら、なんだろう、その書くなんかチャンスがつかめるやつとかは、ね、頑張るので、より頑張る。120回確かに時間制限もあるしね。え、かわいいこれ。1500円なんだアクリルスタンドって。意外と安い。私2000円ぐらいするんかと思ってた。意外と安いね。うわー、売り切れてるじゃん。みちさん売り切れてる。ヘタレたちよのやつ、ヘタレたちの売り切れてる。みちさん欲しかった。55秒からします。切ってほしいか。今月は久しぶりに少しだけハート課金した。ありがとうございます。それも頑張ります。皆さんにねあんま負担をかけたくないので。代わりに自分のね、なんで嫌や。自分のいらんわ。ボタニカルね、高いよね。ちょっとお高い。なんかサイズが大きめのやつ高いよね。ごへんわちさん、並ぶさん、ジンキさんお願いします。
聞いてみよう。これってないですよねって。このみちさんのアクリルスタンド欲しいですって。こんばんは。今日はすごく、あ、なになになに、たー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 、そう、みちさんのアクリルスタンドがプレゼントで来る。プレゼントでね、メンバーの生写真はめっちゃ来るんですよ。メンバーの生写真は。でもアクリルスタンドとかは届いたことない。缶バッジとか届いたら、え、どうしようってなるけど、アクリルスタンド届くのは嬉しいね。自分のはいらんけど、自分のが届いたら家族にプレゼントだよ、さすがに。みんなはさ、どういうグッズを買うんですか？グッズ、例えばランダム生写真とかってさ、こうむずいやん、確率が低いやん。まあより引きとか言って4枚ぐらいあるけど、缶バッジとかうちわとか、あのタオルとか、一時あったのか、空ハウシみたいなマスクとか、どういうグッズはみんな買ってますか？このグッズは買わないとか。ランダムは買わない。あ、やっぱランダムは買わないんだね。確かにな、ランダムはむずいもんな。勉強グッズとスラハのグッズ、どっちを送ればいいですか？両方選択肢がもう究極すぎだろそれは究極だ。次は、5秒からします。ダブリは困る。あー、なるか。アクスタ、あー、やっぱアクスタだね。アクスタ、私何票って言った？沼、確かにね。え、出てこない、欲しい欲しい。一回買ってさ、当たらなかったらさ、あ、5秒か。一回買って当たらなかったら、もう一回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 ってなるじゃん。だからちょっとあれだよね、なんだろう。エアパン大好きさん、みほりんはびっぴんさん、あーちゃんさん、お願いします。ありがとう。ランダムで推しが出ないと溶け込む。確かに、空もランダムは買わん人間かも。そうなったら生誕グッズ、あー、生誕グッズはね、もうその一人だけだからね。確実にランダムとかじゃないから。旗、あー、あー、旗とか。うちは アクスタ、あー、アクスタね。めっちゃお腹鳴る。お腹空いてないのに。じゃーん、私の試験タリーズ。今日は初めて中のシロップ、キャラメルのシロップも多めにしてもらいました。いつもはホイップと上のこのクリームだけなんですよ、増量してもらってるの。でも初めて中のやつ増量してもらったんですけど、うまっ。なんかキャラメルのあの甘苦さが、甘苦いっていうかな、甘苦さが増されてめっちゃ美味しい。無料でできます。ランダムを買っちゃう。あ、確かにね、船押し、なんか STU 箱押しだったらあれだけど、まあ、確かに STU 押しだけど、その中でもないねちゃんがもう一応してますっていう人だったらあれかもね、ランダムじゃなくて。え、今年もなんかあの福袋みたいなのあるんですかね、 STU。
あ、現場で交換してし、あ、確かにランダム買ってね、自分の友、なんか友達の推しメンがのグッズが出た時はね、その人となんか交換すればいいもんね。いいな、交換とか楽しそうだな。楽しそう、交換。こんばんは。スタバ派カラーチャタリーズ。キャラメルが好きなんで、あの何派とかはないです。友達がソラちゃんのランダム写真出たからあげれてるんだけど、あ、嬉しいな、それは。ちゃんとアンナちゃんをソラハーのこと応援してるっていう認知がある。嬉しい。箱推しじゃなくてたわしだから。最近あれでしょ、みはるちゃん言ってるでしょ、知ってるんだからな。安藤さん、ハートありがとうございます。次30秒からします。そらはトルチコッコさん楽しいです。寒い、エアコンつけてないか。友達同士でそれぞれの推しが出たらプレゼントみたいな感じでやってます。いいよね、そういうの、めっちゃ羨ましい。斉藤さん、ごひいもちさん、テルボーさん、お願いします。ソラハのステッカー欲しくて、ちゃん玉とかやるけど全く出んのよ。みちさんは出てくる。あー、だからか、みちさんにちょっと気持ちが揺らいでるの。どこでバレるのだって。バレるんですよ。たまに私もみはるちゃんの配信覗くんですよ。だからソラハの知ってる人が結構壇上にいたりとかして、あーってなる。悲しい悲しいってなる。まあいいけどね、なんか友達だからみはるちゃん。それがもし全く誰ですか、知らない人ですっていう人だったらちょっと泣くけど。 STU ソラハ楽しい。倒しじゃなくてもいっぱいいる推しのお中で一番とか、まあでもなんだろう、まあまあ好きになってくれてることが嬉しいから、倒しを強制するわけじゃないけど、倒しだと、あ、お腹出ちゃった、より嬉しいよねって感じですね。みんな枯れ合いね。でも可愛いしね、いいよね。ハニーワークスさんっていうのがすごいよね。そら破綻しだぞ、だって絶対嘘じゃん。そう、好きだ、好きっていうことが嬉しいからね、ありがたいんだけど、もっと人気にならないと。50秒から次に、次50秒。昨日、あ、今日は天下一品さんのスウェットを着た、ちょっとツイートしましたので、ぜひ見てください。私はね、全種類っていうか全部の柄本当は欲しいんですけど、ちょっとお金がなくて2種類しか買えなかったんですよ。でもまだ私が買ってないやつは在庫残ってるから欲しいんだけどな。1着5000円でちょっとお高かったから、自分の中では。自分はあんま3000円以上の服は買わないって決めてるんですけど、もうこなんか3000円以上の服を買った。三択職人でちゅうさん、ここあつしさん、あーさん、お願いします。道押ししとるわ。初めて申し込んでみた。わ、ありがとう。可愛かったでしょ、あのスウェット。全然天下一品っぽくなくでしょ。めっちゃ一緒、スタイリストさんにも褒められた。めっちゃ可愛い、そのスウェットですよね、これ天下一品なんですよ、おすすめですって言った。全くお仕事じゃなくて、ただ自分の案件とか来てるわけじゃないのに、めちゃくちゃいろんな人におすすめする。ちょっと苦手、好き嫌い分かれるかもなんですけど、本当にこってりでドロッとしてて美味しいんですっつっておすすめしました。
M サイズ、なんか袖はめっちゃ長い、袖びっくりするほど長いです。 M と L、 あのソラハが昨日着てたやつが M です。もう一着は L があったので L 買ったんですけど、天下一品。だからお正月に帰れたら行きたいって言ってるんですけど、あの行けるかが微妙なんですよね。そのあの家族 の、 そのおばあちゃん家行ったりとかの日程とかで。なんかさ、こう兵庫に帰るって決まってさ、嬉しくて、その兵庫でめっちゃ仲良かった友達にとか、剣道部あの同い年の4人、4人っていうか自分含めて4人だから3人かに、あのなんか言って、あのこの日から多分この日は多分確実で帰れるんだけど会えますかって送ったら、結構剣道部はその LINE グループがあるらしくて、私はちょっといないんですけど LINE には、そのグループにはあのみんなと LINE 交換してないから、そのグループには入ってないんだけど、結構聞いてくれてるらしくて、いつ行けるって。もう楽しみで仕方がない。次5秒からで、その仲いい友達とは絶対に遊びたくて、剣道部もそうなんだけど、その仲いい友達とは2年近く会ってないんですよ2年近く会ってなくて、去年の、あ、今年の夏に 2,3 日実は兵庫に帰ってたんですよ。 2,3 日でも、その時も本当に家族にしか会ってないし、で正月帰ってない。去年の夏は帰ったけど、あ、去年の夏帰ったのか分かんないけど、あの友達と会ったのがいつぶりだっけ。友達、そのめっちゃ仲いい友達がいつ会ったっけな。あ、1年前の夏に会ってるわ。1年前、だから1年半前、1年半ぶりに友達に会うんですよ。だからめっちゃ楽しみなんだよね。1年半ぶりに会う、どんな感じに変わってるのかもめっちゃ楽しみだし、相当会ってないから話すこといっぱいあるし、なんか中学生の頃卒業、ソラハがその前の学校卒業、あの転校する前まですっごくガチで中1から2年しか一緒になんかやってなかったけど、めっちゃ仲良く、こんなに2年仲良くなれたって人いなかったから、めっちゃもうそのそらちゃんって言ってくれる子なんですけど、まあ、そらの配信見てくださった方はもう知ってると思うんですけど、そらちゃんって言ってくれる子がいるんですけど、めっちゃ可愛いの。その子はもともと小学校バラバラで全然知らなかったんですよ。でも中学校に入って1年生の時に同じクラスだったんですよ、そのそらちゃんって言ってくれる子が。でめっちゃ可愛くて、めっちゃ可愛いと思って、えこの子と絶対仲良くなりたいと思って、めっちゃ話していったら、すっごいめっちゃ見た目めっちゃ可愛くて、おとなしそうなのにめっちゃおもろくて、めっちゃ仲良くなって、本当にガチで仲良くなって、部活とかも私は剣道で相手テニス部でとかで全然違かったんですけど、2年生も一緒でめっちゃ仲良かったんだよね。でも離れ離れになっちゃって、1年半ぶりに会います。嬉しすぎる。次5秒からします。本当に、しかも私連絡マジで取ってないんですよ、その兵庫の子たちとは。なんでかっていうと、なんかなんだろうな、何を話していいか分かんないんですよね。うち普通の高校行ってるわけじゃないしさ、こう話題に多分ついていけないと思うから、
めっちゃ久しぶりなんだよね。本当に楽しみすぎる。ガチで可愛い子なんですよ。くまんぼうしゅうじさんさん、てってれーさん、斉藤さんお願いします。マジでマジ であのメッセージしてないわ私。1回っていうか4月ぐらいに連絡して、昨日連絡して今日連絡してるって感じ。全然話してない。楽しみです。兵庫に帰ったらマジで剣道部とそのそらちゃんって呼んでくれる子と会って、あとはばあちゃんとおじいちゃんに会って天一行ってがいいな。もうめっちゃ充実してるじゃん。めっちゃ充実したお正月になりそう。去年も去年でめっちゃ充実してた。今年アリちゃんさん家にお泊まりして、アリちゃんさんママとパパに挨拶してロリンジャミに会って、宮島お正月に行って元旦か、めっちゃ充実してたけど、また違う意味の充実さがあって、うわー楽しみだな。ちょっと楽しみ。そら、え、毎回その子ね、マジそらちゃん可愛すぎるとかめっちゃ言ってくれるんだけど、その子のめっちゃ可愛いよ。次35秒から。なんかね、テニス部のところと剣道場が近かったんよ。まあ近いっていうか、テニスコートがあって道場があって、まあ、で駐車場があってみたいな、なんかそういう感じのところだったんですけど、学校がで、あの道場のなんか横のコンクリートみたいなところにこうテニス部が荷物を置いてるんですよね。でなんかそのテニス部が荷物を置いている側の道場の壁の方にもドアがあって、そのドアは前ずっと開いてるんですけど、こうたまにね、そのそらちゃんって言ってくれる子が休憩とかの時、こうお茶飲みに来る時にそこに来るんですよ。だからそういう時に手振ったりしてた稽古中やのにちょっとアイコンタクトしてました。どうしようって、めっちゃ身長大きくなってそう。どうしよう、絶対めっちゃ可愛くなってそうだな。痩せないと、とか本当に兵庫に帰るまでに今から今より2キロ落とすって決めたからって言って、今日これ飲んでるけど、夜ご飯はちゃんと豚肉の茹でです。豚肉茹で、豚しゃぶしゃぶですね。しゃぶしゃぶを食べます。本当気をつけないとなのでね。めっちゃもう久しぶりすぎて死ぬかもしれん。1年半ぶりだよ、やばくない？で連絡もそんな取ってないこと、やばそう。もうずっとテンション高そうなんだけど、めっちゃ楽しみ、めちゃくちゃ楽しみ。なんかもう思い出すだけでもそのことなんか思い出すだけすっごいもうなんかルンルンなんだけど、兵庫にね、あ兵庫じゃない、兵庫離れる前から広島に行く前日にあの急遽会って、なんか1時間ぐらい道っていうかあの話したりしたの、めっちゃ懐かしい。その時にね、なんかプレゼントもらったんですよ。そらちゃんの好きなところってが、ソラハの好きなところがなんかめちゃくちゃ書かれたなんかトランプみたいなやつをもらったんよ。もう最高。お腹すいてお腹
2キロ意外と簡単ですよ。1週間で 1.5 キロ痩せたから。あ、まあ結構食頑張ったけど、しかもねレッスンがあると思うから多分ねマジでめっちゃ動くから痩せれそう。生誕祭の時に、うん、なんか確かにね、そらはも普段はあんまり公園行かないけど生誕祭だけは行くって言って来てくださった方とかも何人もいたから、確かにねドラマできそう。いやそう、向こう、あい、その友達がソラハのことをまだちゃんと記憶に残ってるかとか、多分残ってるとはいるけど、多分もっと仲いい親友とかは多分できてると思うんですよね。一方的な思いかもしれん。次20秒、ソラハはすごいね、唯一のその剣道部以外の友達で連絡先持ってる子なんですよ、兵庫で。もうその子と剣道部の子しか持ってないんですよ連絡先を。ちょっと楽しみ、生きがいですね今の。剣道部の女の子と剣道部の、あ、どう、同い年の剣道部の女子とその友達に会えるのが今の生きがいです。みんなは地元に帰るんですか？みつさんには、ありちゃんさんとかみつさんにも一方的ですよ私多分。ホイップ食べたい。うまっ。そう、来年もっと連絡取る。そう、一回会ったらさ、会ってからは結構ね話せるんだけど、会った次の日とかその1週間とかはめっちゃ連絡できるんだけど、そっからは、ね、連絡できないんだよね私。毎日地元、あ、いいな毎日地元。あとポッポーさん、ビギナーさん、山田太郎さん、お願いします。クリスマスコンサート見に行くついでに実家に帰る。お、いいね、クリスマスコンサート楽しみ。はじめまして大好きさん、 ST48 ドラフト3期生の信濃空葉です。高校3年生18歳、兵庫県出身です。ぜひツイッターとルームフォローお願いします。たまたま地元のスーパー同級生に会って、そのままいいね、うわーいいな、そういうのいいな、羨ましい。もしみちがお正月に家に来るって言われたら、それはないよ、死ぬ気で片付ける、もう物減らす。なんかねめっちゃね、もういろんなガチで、昨日石尾さんと話しとって、石尾さんがね、なんかソラハちゃんち絶対家綺麗だし、家綺麗そうだから行きたいみたいな言われたんよ、ね、結構若めの、ちょっと何歳やろ、結構20代ちょいって感じのめっちゃ可愛い女の子がスタイリストさんにいるんですけど、言われて、いいですけどガチで物多いですよって。なんか私の家めっちゃ綺麗って言われ思われてるんだけど、みんなに綺麗っていう部類が違うんだよね。床に髪の毛が落ちてないっていう綺麗さでは綺麗んだけど、こう物が少ないとかこうっていう部類では綺麗じゃないと思うんだよ。びっくりするぐらい物あるから。次45秒。こうだからさ、もう本当に狭いんだよね。だから本当にソファーいらない、ソファーいらない。そう、部屋が綺麗だから、みんな来たら、ね、家来たらびっくりすると思う。物が多いんだよね。ぬいぐるみがこっち側にめっちゃ固まってて、置いて可愛いポロレンって置いてあるんですけど、とかベッド、ソファーで、こっち剣道の防具、テレビ、なんか4段ボックスみたいな、でルームランナーみたいな。だからめっちゃ物が多いんだよね。物を減らしたい。全体いいんだけど物が多いんだよね。
からね言われる、みちさんが、みちさんにもこの前、そらちゃん家綺麗だからなんか行ってみ行きたいなみたいな言われてた、めっちゃ物多いですよって。私もほんまに物多いからな。でも捨てれないんですよマジで。大事な書類とかテレビの横の4段ボックスに入れてるし、ショールームとかで使えるものとかファンレターとか捨てれないんだよね。これ以上物は減れせないの。そう、一人で暮らすっていうならあれなんだけど、誰か呼んでなんて言われたらうんってなるね。配置とかにもよるんだろうけど。やば、配信1時間しようとしてる、しようとしてるね、立とうとしてる。早っ、早すぎんか。早すぎる。このままエイジエイジや、7時に終わります。7時に終わって8時55分とか40分とかその辺からまた始めます。部屋が2つあれば、うん、絶対違うと思う。だって寝室と分けれるでしょ。だって絶対違うよ。並べてます、1時間ぐらい。はい、藤さんかわいい、ありがとう。すごい。55秒。前髪かわいい。やっぱさ、みんなやっぱ巻いてる前髪の方が好きなのかな。前髪巻いてる方がアイドルっぽいけど、自分的にはねなんかもうすごく違和感なんですよ。カメちゃんさんありがとう、ありがとう。デコ出し、デコ出しね。でもめっちゃ言われた、デコ出しいいねって。恥ずかしい。ミッチーさん、ケンケンさん、ジョニーハイさんお願いします。ごちゃごちゃ、ソラハちゃんの影響断捨離して好き。お、いいねいいね、嬉しいな、ソラの影響。お仕事頑張ってくださいませ。あ、聞いて聞いて聞いて。どうでもいいってなるかもなんだけど、じゃん、これ鉄箱巣なんですけど、もう使い切った、 2,3 年前に買ったかも。これいつ買ったっけな。これこれはもう夏ぐらいに終わってたんですよ。もうこれ、これもうね、ちょっと残ってるじゃんってなるんだけど、これ取れないの、頑張っても。でこれは結構あったんですよ。一時期使ってたけど、一時使わなくなっちゃってこっちに変えて、あのこれこっちが日焼け止め入ってるから、これ夏に使ってて、これ冬に使ってたんですけど、なくなっちゃったんですよ下地。これ下地です。こっちが日焼け止めで、こっちが日焼け止めよりもなんか保湿みたいながあれなんですけど、使い切りました。だからお年玉もらったら買おうかな。それか新しい下地に挑戦してみようかな。ファンデーションとか下地とかコンシーラーはデパカスの使った方がいいって言われたから、メイクさん。すごくない？使い切った。これあんま使い切ってる人見たことないんだよね、メンバーさんで。もうこれね無理なんですよ。めっちゃでも今日は頑張ってこうやってもうってめっちゃしながら出したんだけど、なんかもうずーっとこうやってたら出てきそうだけどね。使い切った。
みんなポール&ジョーダン手鏡。嘘、ポール&ジョーじゃない、ポール&ジョーじゃなくてなんかジェルスチャートとかじゃない、あの折りたたみ式の。そうでね今使ってる下地がね、これを買った時に試供品でついてきたこれまたこの2つと違うやつなんだけど、これはなんかね、何が違うんだろうね、なんか違うんですよ。 S って書いてるからなんか何かが違うんですけど、今使ってる下地がこれ、ちっちゃいでしょ、試供品でついてきたやつ使ってます。これ使い終わったから今これ使ってる。こんなん使ってる人見たことない、可愛いでしょこれ、プラスチック製。そう、毎回綺麗に使い切る。そう、前使ってたファンデーションもちょっと高めの、初めて高いデパコス RMK っていうファンデーションを買って使い切ったし、これもね、去年の夏ぐらいに買ったんですよ確か。今年かな、去年の夏か今年なんですけど、なんか汗に強いみたいなの聞いて夏に買ったんですけど、これもあとちょっとだからめっちゃ頑張って使ってます。試供品ラブ人間だから私。だからね、この2つが終わったからインテリアにしたいなと思って、次25秒これをもう本当にこう傾けて全部使い切ったら、ガチの全部使い切ったら綺麗に洗って、なんかあのメイクの可愛いケースゾーン、可愛いの置いてるゾーンが家にあるんですよ。だからそこに並べようかなと思います。捨てるのもったいなくないですか、初めて買ったデパコスの入れ物、めっちゃ可愛いし、インテリアにします。インテリア2022年は新空派、新空派。 QTAK さん、シュワルツネッカーさん、ダイダイさん、お願いします。試供品は新しい、おまけ、そう、私おまけとか本当に弱いです、めちゃくちゃに弱いです。配信終わろう。誕生日ます。13位テルボーさん、12位 TT さん、11位エリックさん、10位ヘルムビーゲさん、9位ヒロさん、8位斉藤さん、7位スーさん、6位ヘヤスベイさん、5位小雪さん、4位ミロさん、3位アーちゃんさん、2位カマちゃんさん、そして1位はイキャスさん、ありがとうございます。ゲリラ配信だったんですけど来てくださってありがとうございました。次は多分9時前ぐらいから配信始めると思いますのでよろしくお願いします。そして配信終わった後でも七並べするので、もしよかったら七並べ1時間にハート2個回復できるので2回七並べしてくださると嬉しいです。ということで配信終わります。ありがとうございました。またね、バイチャロポ、またねー。